乾杯。乾杯なんだね。そう、サークルチャンネル。めちゃめちゃ涼しい。めちゃめちゃ涼しいね。逆光がすごい。はい、ということで本日やってまいりました。大会名はまだ調べてません。そうなんですね。今日何の大会？長野グランプリじゃないですか。そうそう。しかも昨日も行くぞみたいな。そうそう、いきなり招集行くよーみたいな。うおー。ノリがすごいよね。知ってたからあの前日に行った。続々と普通にここ通るんだね。選手、そう、名前を申し上げますとですね、矢沢さんと後ろさんが今僕らの前を通ってましたね。普段であれだよね、鉄腕ダッシュに出てた人だよね。その話長い。有名選手がポロポロいますと、はい、で今日僕らの本命は、まあ、そちらの人たちの競技を見ていこうって話なんですけれども、はい、どっちかといったら、はい、今ノルに乗っている草テルツ、草テルツね、こうぞ草野さん、抜群の安定感だよね。安定感で、もう先ほどね、もう連絡してもう練習してますね今。はい、サブトラで。サブトラック今回ないっす。あ、ないんだ。だからあ、じゃあもうメインでアップしてるのをもしかしたらこのカメラに収めれるかもしれない。できなかったらごめん。入っていいの？うん？わかんない。お金払うかちょっとそういった手数はまだ俺は、うん、やってないかちょっとわかんないんだけど、あの右手の限界もそろそろ来たから、うん、早速一回中に入っていこうかと思います。じゃあこうやったら。うん、行かない。行かないんだ。全然行かない。ダッシュで行こうぜ。高瀬選手でございます。はい、あ、ごめんなさい。その前にですね、はい、あの本当だったらサブグラウンドで、はい、普通みんなアップするんですけれども、はい、この競技場サブグラウンドありません。はい、ということで、この今僕らにいるスタンドの下の雨天走路か、はい、このホームグラウンドで選手がアップする、はい、といった形でございます。なんだけど、このスタンドにいるみんなは、はい、こうやって選手の発表を見れるという、はい、ね、神回です。すごいよね。しかも、無料なんでしょう。どうする？後払いだったら。月末、今日としって。月末だよね。はい、それで、ね、早速、はい、いろんな選手見ていきたいんですけども、はい、大会の名前も知らなければ、選手の名前も知りません。はい、完全にミーハーになったりもやってます。何と写真撮れるかなと思って、ちょっと来てます。俺、一番の目標はね、ジュリアンと撮りたい。ジュリアン、いいね。現状維持ができればいいですっていう独特な、その、優勝インタビューがあるんだけど、はい、そこから、ベスト 0.2 秒以上更新して、ね、日本人気を出すっていう。すごいね。面白い。選手です。帰っちゃいました。バイバイ。え？友達？あ、シュウさん。え？あの、すごい選手。来たよ。あの子が今、陸上界すごい騒がれてるってことで、あの、名前、忘れちゃった忘れんなよ。インターハイで20秒36、100も10秒19で高校2年生ながらインターハイ2冠した男の子なんだけど、110秒19。でもどっちかというと200のやばい。9が高校2年生の時に10秒19出したタイムよりも10秒36の方がちょっと超えてるんじゃないかってぐらいすごいって言われてる記録を出した方なんだけど、はい、まあ、それがまあ惜しくもね追い風 2.1 とか 2.2 とかで公認記録にならなかったんだけども、若手の中では多分一番注目されてる。でツイッター見つけて見てみたらフォローされてた。いや、悲しいな。さあ、まずは第1組 200m 競走。さあ、場内がこれだけ静かに。さあ、風は。さあ、ここからです。さあ、どこまでタイム上げるか。ゴールタイムはどうぞ。さあ、こちらも1回で綺麗なスタート。ダッシュ100メートル競争第2組。さあ、記録の上位の選手が集まっています。さあ、いつかゴールキャプテン。なんか BQ だって早い。 BQ どうですか。落ち着いてる。飯塚さんがさすがに伸びやばいね。落ち着いてるよ。落ち着いてる。もうあそこのコーナー開けてからいや落ち着いてるよ。ヒロラ君もスタート良かったね。うん、力の試合っていうよりかはなんかテクニカルなレースを見せていただけたって感じですね。なんでちょっと最後自信なさげに言うの。自信持って。ダッシュで行こうぜ。先生どうぞ。行きます。いや、アクセルの家もかっけえな。
先生先生お超えましたね。僕は終わりやります、ちなみに。いやー、このメンツの中にチームアクセルのユニフォームってかっこいいですね。目立つよね。風が今若干今向かってる風が1クリのこんな感じ。紹介いたします。まあ風速 1.8 ぐらい。めちゃめちゃ風吹くやん。最悪だ。3メートルあるわ。さあ、まずは愛知トリー先生、岡田選手も、そして東海の岡田選手。3着、4着ぐらいかな。さあ、まずは第1組。さあ、横一線、誰が出るのか。ニーナ入れたんじゃない。やばくない。10秒26。北野さん、行ったくね。行ったかも。さあ、これはマルシアクタグ。さあ、世界への走り。さあ、先頭。スタートがすごい良かったね。ただくん、いや、多分久しぶりの一着くらいじゃない、もしかしたら。でも、多分5月にシーズンベスト、5月に10秒12出してるから13かな。シーズンベストは多分届かなかったのかな。ちょっとまだちゃんと見てないから、ちょっとすいません。あとはジュリアンのあれかな。すごい楽しみだね。だから今インスタのストーリーで、うん、あそこいたからジュリアンいたってあげたらさ、バカタレって帰ってきたんだけど。いやだ、それで今から45秒2で走ろうもんなら世も末、陸上とはってなる。登場しました。さあ皆さん、さあ頑張ってください。よし、頑張れジュリアン。結果です。伊藤は南くん。なんかウルトラマンの違うみたい。5レーンがジュリアン。さあ、スタートしました。45秒台の選手2名。あ、中央オルシー・ジュニア君行くね、ガンガン行くね。そして佐藤健太郎君。行け後ろに赤は富士通。大丈夫か。いいよ。4名は筑波大学若林君。ちょっときつい。さあ、中央サイバーセンターはジュリア君。そっからよしもっと いけ。よしそれで今からあいつは45秒2で走ろうもんなら世も末、陸上とはってなる。ダッシュで行こうぜ。はい、お疲れ様でした。先生の走りが今日一番のメインイベントで。そうですね、はい、早速、はい、感想を聞いていきたいと思います。はい、このトラック走りにくい。あ、高めなんだよ。はい、ちょっとそこに適応しきれなかったな。はい、まあ、予選からは新生数から結構良かったけど、はい、課題はやっぱり残ったから。はい、もうちょい下だったけどちょっと低かったから、2回でも良かったのかな。そういうレベルですよ。そういう感覚のレベルなんですよ。はい、で大きい大会やっぱそういうトラックが多くなってきて、あ、俗に言うなんか高速タータンっていうことですよね。でもじゃあその中で4-0っていうのは日本とオーストラリア、まあ、悔しい部分であると思うんですけど、選手の2位として参ります。
よかった、そうだね、よくわかったから、はい、そういう意味では、まあ、欲しいんだけど、そうですよね、あ、そうか、そこでまあシーズン最後、あ、シーズン最後ですか、そうそうそう、じゃあ全日本実業団でまた教えてお会いしましょう、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様です、ちょっとあの北野さんの、ありがたいお話をお聞きしまして、はい、あの今ジュリアン待ってて、そうだね、聞こえます、はい、あります、ジュリアンがあのファン対応してます、はいはい、これどういう状況、今こっち向かってんだけどやばいよね、ファン対応してるから、はいはい、あ、多分電話切るの忘れてる、うん、アホだから、あのジュリアンが動画に出ることはありません、はい、富士通に許可取れないので、はい、です。写真撮れればインスタに上がる、うん、インスタのご覧くださいということでチェックも必要、はい、まあすごいいいものがたくさん見れましたね、うん、ジュリアンの世界標準突破です、突破です、ラストチャンスって言ってて、あいつリオ五輪の時も、はい、最後の日本選手権の、はい、最後の最後で、はい、標準切って、はい、出たんだよ、はい、そうだ、ね、なんかそれをまた蘇らせる素晴らしい足を、そうだ、ね、もしもし、あ、そうそう、お前のファン対応全部聞いてたの、あ、聞いてた、あ、聞いてた、聞いてた、写真撮りたいだけなんだけど、あ、いいよ、どれ誰も来てね、あ、よろしく、あ、ておめでとう最後までご視聴ありがとうございました、それでは皆さんまたのご機会に、さようなら、 あ、こっちだ